変えました全然理由はないけど <laughs> 変えてみたすごいえよくわかったなびっくり自分で見てもあんまわからんなと思ったのにすごいこんばんはありがとうございますやッホーうしい今日もありがとうございます 明後日楽しみすぎてもうあさってやであっという間じゃないねこうやってあっという間にサイン会も終わっちゃうねんで寂しい <laughs> まあでも次はあれですねお話会が待ってるからね1週間後ちょうど1週間後サイン会からちょうど1週間後ねあるもんね楽しみ はるちゃんアバター当たったマボさん何それはるちゃんアバターはるかはるかのアバターってことなんやろこんばんはいつもと違うゆたかさんすごいいつも見てくれてるからですね気づ,く気づいてくれるのヤ <laughs> っホーこんばんは こんばんはかいこさんありがとうございますなんで来てくれたんですか初見さんすごいなんか2時2時出た何今日もなんかまたやってるんですかなんかなんかやってんのかな今 <laughs> 全然知らへんそういうの疎い。 サイン会めっちゃ緊張なあちゃさんなんでなんでよ <laughs> はるかもでも緊張するちょっとサイン書きながら喋れるかっていう <laughs> そこって感じやけどやばいです久しぶりに久々に話せるんかかなたなあ楽しみよほんまにいっぱい話したいことあるねこたんたさんはじめましてありがとう なんんでで来てくれたんですか教えてありがとうございます久々に配信見れてる気がするあな奈美ちゃんありがとうこんばんはショールームは何気に久々かなそうでもないはるちゃんのアバター健一さんえそんなんあんのはるかのアバターとかあんの 今日はショールーム NMB の日だよつよぽんさんそうなんあ、なんか48グループであるやつですか今日なん <laughs> めっちゃさっきからみんなに質問ばっかり今日か明後日はいつも通りでよろしくお願いしますとくちゃん待ってる頑張ってサイン書くよ 書かせてください。<laughs> 今、AKB48 グループの推しアバターがランダムに当たるってイベント。あ、そうなんすごい。ショールームでやってます。えー、福一ローズさん、ありがとう、わざわざ。そうなんや。えー、すごい、推し、推しアバターっていうのがあんねや。ランダムなんやね、でも。えー。 どうですかみんな、春かな、当たったよって方、他にいるいらっしゃるかなすごいガタガタなる。お話が久しぶりだから、今からドキドキしてる。シマさん、なあ、ほんまに全然最近なかったもんな。お話できる機会。ほんとに。 寂しかったよ。<laughs> やっと喋れるやっと会える嬉しいでももうはるかはあの今回カラーコーデはるちゃんやからそうもうコーディネートもバッチリ決めましたよみんなちゃんとはるかに会うための準備してくれてる <laughs> 準備って何って言われるとちょっと難しいけど <laughs> さていいよいよ初対面あ横浜のマー君ねずっと待っとったよ楽しみに3月ランダム直筆で春ちゃん引きましたおおカフェオレさん嬉しいリップも見てるよ <laughs> おはまるいつもくれてありがとう <laughs> るちゃんの告知ツイート見て即インストールしたええー、嬉しいそれでわざわざコメントまでありがとういっぱいコメントしてね <laughs> 待ってるね <laughs> 今アバターもらったおゆりりんさんああありがとうブログのコメントも嬉しかったよ <laughs> ありがとう サイン会終わると誕生日だねやぶちゃんえっそう俺なそう俺なやってなんかさファンの方がさあの何人かもうあの誕生日に向けてカウントダウンとかをツイッターでしてくださってるのを見て「今日誕生日まであと5日」って書いてあって「えやばっ!」てなった <laughs>「やばいやばいやばい」ってなったどうしましょうあといつかやって やばくないそれは明日服買いに行かないとじゃちよさん <laughs> 準備会いに来てくれる準備ってこと <laughs> コメントしてますおキャズキャズくんさんありがとうビギナーさんって書いてるありがとうございます嬉しいよコメントありがとう 嬉しいねいっぱい「あさって楽しみ」って書いてくださってるめっちゃ嬉しいはるかも楽しみはるかはもうめっちゃ楽しみやからこそみんなが楽しみって言ってくれるのすんごい嬉しい <laughs> 18歳のはっちゃんもあと5日かしんちそうやでやり残したことないえ何、ー、やろう あるんかなえ逆になんかあると思う <laughs> 自分のことやのに <laughs> みんなに聞くっていう難しいなんやろ仕事も取るの配信ありがとうあっクラリオンさんありがとうリップにも書いてくれてて頑張ってねお仕事生誕いつかななあほんまに7月入ってからかな ちょっとでも落ち着いた頃にしたいっていう気持ちはあるのはあるんですけどでもそうなるとすんごい後になっちゃうから <laughs> ちょっとなーっていう気持ちとすごい今の複雑な気持ちです <laughs> そうライブもあるからね今日のおはまるツイートかわいすぎて即保存したよソルトさんうわあ嬉しいそうあれねなんかこう ぎゅうしてって感じじゃなかった。普通にあれさ、両手で <laughs>。カメラを <laughs>。ネタばらし。そう。嬉しいね、保存してくれるの。こんばんは、かっくんさん、こんばんは。ありがとう。こんばんは。 めっちゃバブみが強くて可愛かったおおほんまリップにも書いてたね可愛すぎないよほうちゃんありがとう今日も嬉しい <coughs> 待ってなーマックちょっとはるかまだコメントなちょっと慣れてへんのよ <laughs> めっちゃこうちょっとスルーしちゃスルーっていうかね ちょっと難しいんよ見方がごめんねちょっとまだ慣れてへんのよ初サイン楽しみサカさんなサイン会サインはは初めてって方がたくさんいて嬉しい楽しみなんで聞くね <laughs> だって分からへんもん <laughs> 自分のことやけど難しいなんかやり残した えでも今年はもういっぱいいろんなこと経験させてもらってすごいあのまあ感情はジェットコースターのようでしたけど <laughs> でも楽しい一年をみんなと過ごせたかなって思うかな。ねあの一年一年そのまあ誕生日の日からずっと皆さんとこう過ごせてること自体が嬉しいので。 ないんちゃうかなナビるさんこんばんはありがとうございます初めまして何で来てくれたんですか初見さんたくさんで嬉しいこんばんはありがとうございますいつも選抜局の時見てますよええー、嬉しい今回もしだれ柳見てくれましたはるかのことも <laughs> 見てくれてると嬉しいなあ,あざといはるちゃんも好きパパナキさん嬉しいあざといかは分からんけど <laughs> まあでもねみんなみんなねなんか「彼女感好き」って言ってくれるじゃないですかインスタとかもそうやけどなんか動画とか写真とかで彼女感はるちゃんの彼女感好きって言ってくれる方多いから。 ちょっと調子乗って彼女感 <laughs> ねみんなにお届けしたいと思ってます牛 <laughs> してほしい高校くんそんなんいくらいくらでもしますよいやーでね <laughs> こんばんばはピカチュウさん初見さんありがとうなんで来てくれたの教えて <laughs> こんばんはにゃハーンさん初見さんまたまたありがとうはるちゃんのおかげで充実した1年だったよきょう京ちゃんなんて嬉しい来年も来年もっていうかねまた充実した1年にしような。 <laughs> こちら、マーニャンさん、初見さんありがとう。絵文字で。<laughs> なんで来てくれたんですかありがとう。<laughs> 経験値上げましょう。ね、そう、マックで配信ね、いっぱいしましょう。<laughs> しましょうって、はるかやんっていうね。 出遅れたノブさんこんばんはありがとう調子に乗りまくってくださいライチッチさんいいですか調子に乗って彼女間でいいんですかティックトックの落とし穴見てきましたジュニアさんおう嬉しいえティックトックのさ落とし穴さ今もなんかコメント少しずつやけど増えてるのめっちゃ嬉しいしいいねもう。 めっちゃ嬉しいみんな見てくれてるんやなってすごい嬉しいですちゃんとコメント見に行ってるんですよはるか TikTok やってへんけど <laughs> 見る専門やからアプリは入れてんねんけどアカウント全然作ってなくてそうでもやっぱみんながねわざわざコメントしてくださってるからちゃんと見に行ってるんですよでみんなのコメント見て 嬉しくてニヤニヤしてます <laughs> ニヤニヤしてますよ <laughs> 今日ナンバではるちゃんのグッズ買ったよカズマさんえー嬉しい何どのグッズはるかをそばに置いといてくれますか嬉しいねまだコメントしてないええー。<laughs> えー、そういうとこ好きってひでさん嬉しいはるかも好き <laughs> にやにやはるちゃんみたいしむさんえー、恥ずかしいな <laughs> にやにやしてますよ遅くなりました今来ましたあまさきさんありがとう待ってたよこんばんははるちゃん偉いきりちゃん頭ポンポンしてください <laughs> さすがだね嬉しい昨日の引来で着てたお洋服も売ってなかったですああナちゅちゃんアンジービーかうわそっかえアンジービーやんな昨日着てたのってえおそろいしたかったねてかカウントダウンありがとう誕生日の可愛い画像作ってくれて見たで <laughs> 嬉しい。はるちゃんの落とし穴にはまって抜けられません。もう抜けちゃダメです。<laughs> ずっとずっともうはるかがもうキュッとキャッチしとくんではまっといてください。<laughs> はるちゃんの落とし穴の動画おすすめ乗ってほしい。しゅん,くんええー、嬉しいそんな。確かにおすすめとかね。 乗ってみたい乗ってみたさはあります「は <laughs> るかって落とし穴は深すぎて抜けれそうにないですハマ <laughs> った」って書いてもうずっと深ーくめっちゃ奥深いんで分 <laughs> からんけど分 <laughs> からんけどはるちゃん落とし穴じゃなくて沼だよウソ沼 嬉しい。カウントダウン毎日楽しみにしててください。ニコニコ可愛い,い。楽しみ。みんなしてくれてて嬉しいんですよ。ほんまに。<laughs> はるちゃんのサインは。みんな大切に保管してます。ホリーさん、ほんま。え、なんかさ、この間さ。なんか話に出てきた名刺。サイン。 名刺にサイン書いてなんかお渡し会みたいな AKB さんのさ握手会であったじゃないですかもうほんまに初期の頃それのさ名刺多分ママにハルカめっちゃ残ってさ持って帰ってママにあげたって言ったじゃないですかやっぱママ持っててさこの間見せてもらった <laughs> もうめっちゃ懐かしかった自分でも仕事の合間だけどお邪魔しますあ大ちゃんお疲れ様。 お仕事の合間ありがとう DM でねお仕事終わってライブ駆けつけたいって書いてくれてて嬉しかった <laughs> ちゃんと見てるよ可愛いいイラスト毎日楽しみにしてますえねほんまにすごいみんななんかね可愛い,いえー、はるかのだってだってのだってだってだって <laughs> だって一個少なかった だってだってだっての衣装のはるかと N プラの衣装のはるか書いてくれてたりめっちゃ嬉しかったなもみんないろいろしてくれてなんかに使いたいぐらい使わせてもらいたいぐらいはるちゃんの誕生日は心からお祝いの言葉を送らせていただきますえっこぐまさん嬉しい待ってていい <laughs> 楽しみに待ってていい初期の写真のやつケンティそう初期の壁車の名刺のやつですさすがママさんやねバタヤンさんな全部撮ってたわこれぐらいの厚みありましたよ <laughs> ママにもらおうフレンドちゃんママもなんかもう こんなんでいいんやったらファンの方にあげたいぐらいやなーって言ってました <laughs> ほんまにもらってくれるならもらってほしいぐらい懐かしいママ配ってくれんかな <laughs> 配れるもんなら配りたいですね <laughs> 間に合いましたおー中ムさん待ってたよありがとう 明日四天王寺に行ってきますおいさんいいね四天王寺懐かしいアンドゥトロワで行かせてもらいましたねめっちゃ素敵な場所なんでまた報告待ってるな DM 読んでくれてありがとうもう,もうめっちゃ見てますよみんなの DM うれしくて今もカキカキしてますあうれしいきょうちゃん いつも何かにね使わせてもらいたい絵やなって思うほんまにかわいく描いてくださってて嬉しい360度はるちゃん最高だってわっうれしいありがとういっぱい見てくれてますか <laughs> 何回も、うん、嬉しいねはるかもあの後もう一回見た 配信終わったらご飯食べますよ。純さんさあらまだ食べてないのお腹空すいてない何食べるんやろめっちゃ欲しいってめっちゃみんな欲しいって言ってくれてる。なんば駅でくわってもらおうかな <laughs> <まで>。なんばで遊びに来たよ。たつやさんありがとう。 遊ぼう <laughs> 遊ぼうってこんばんは大阪の渋谷なぎさまえさんこんばんはありがとうこんばんは歌うさんこんばんは初見さんありがとうございますなんで来てくれたんですか嬉しい <laughs> 来年の生誕ンティーイラストかなやっちゃん確かに生誕ンティーに使わせてもらいたいぐらいのかわいい養なほんまに確かに使いたい <laughs> 使いたいですねはるちゃんいつもコメント読んでくれてありがとうこちらこそみんないっぱいコメント嬉しいですありがとうポスター見つけるのむずかったところやなああねあれ 室内というかね <laughs> ご朱印をもらうところやったもんなあれ確かに難しい晩ご飯なうむっち何食べてんのなんですか今日の夜ご飯 360度はずっとハルちゃんの後ろにいた気分味方町うそハルカの後ろでパフォーマンスしてくれた <laughs> しだれ柳ちゃんと踊ってくれた一緒にハル <laughs> ちゃんあさってサイン会よろしくしんちゃん待ってるよこちらこそ今日中に 明後日のお洋服を決めたいと思います <laughs> 明後日よろしくって書いてくれてる方多いね今日の服はさえ様のお正解アンジービーではないねんけどさえさんの卒婚の時の T シャツ めっちゃ可愛くない普通に普段着で着ちゃうぐらい可愛いんやけどめっちゃ可愛い大好き <laughs> めっちゃ着やすいんですよねこの T シャツめっちゃおしゃれさすがさえさまほんまに <laughs> こんばんはあタンベマーボーさん今日もありがとう GV さんもありがとうございます <laughs> しだれ柳はるちゃん最高うれしいこんばんはとっちゃんさんこんばんはありがとうございますわざわざコメントまでちな晩ご飯は麻婆豆腐おおいいね麻ー豆腐ギリ食べれますよはるか <laughs> 辛いのさ苦手やからちょっとあの麻婆豆腐はギリギリ オッケーな方 <laughs> あー待ってます <laughs> みんながねはるかに食べ物の投稿とかした時に言ってくれるやつあ待ってます <laughs> さすが意識高いいやもうほんまに大好きやしねさやさん アルちゃん見るたびにどんどん美人になってる気がするえっ、ー、FW1903 三、嬉しいでもなんか恥ずかしいですね <laughs> ありがとう愛を感じるってやろう再三さん愛 <laughs> 来月の23日は旅館からお話し会おおそうなんえう、ー、しいなんか一緒に旅館に いる気分を味わえるってことやね。楽しみ。<laughs> 楽しみだな。<laughs> こんばんは。あ、藤枝さん、こんばんはー。ありがとう今日も。しばらく春ちゃんと話せてないな。久里さん、早く話したい。<laughs> お話ししたいです <laughs> バイト終わった遅れたりさちゃんりささんおかえりバイトお疲れ様 <laughs> 嬉しいねお疲れなのに来てくれてありがとう きょうのばんごはん何何やったっけ <laughs> ああ豚肉豚しゃぶ食べましたそう豚しゃぶ豚しゃぶをごまドレでごまだれごまドレごまドレで食べるのが好きそう <laughs> 麻婆豆腐でギリギリそうやねんそうやねんほんまになあ辛いの苦手すぎてちょっとほんまにもう19歳やのにね三360度のしだれ柳見たけどはるかちゃんのポニーテールがめちゃ当たりそうな距離やな <laughs> かなちゃんねめちゃめちゃバシバシしちゃったかもしれへん <laughs> ね <laughs> こんばんはマダオさんこんばんは松本市民さんもありがとうございますこんばんは <laughs> 今日は焼きそばでしたおおいいね焼きそば焼きそばも好きよ好きですねおすすめコンビニスイーツ見つけたんやけどまたコメントしてえしてよ なんでしてくれてないの <laughs> 待ってるえー、嬉しいなスイーツ大好きやからちなみになんかコンビニでもさこないだはるかがインスタに投稿したバターサンドみたいなクッキーサンドみたいなあるよなあれどうなんやろどんなんなんやろ同じ感じなんかな 今日も可愛い春ちゃん。あ、よしパパさん、こんばんは。山ちゃんもありがとう。こんばんは。やすさんもチラって書いてる。<laughs> 豚しゃぶいいな。明日のご飯候補にしよう。お,ー <laughs> おー、候補出せたぞ。<laughs> 豚しゃぶ食べてる春るちゃんが好き。 えー、じゃあ他のもの食べてるはるちゃんは <laughs> うわめっちゃいいやんかっこサーモン食べたいでしょちょっとそれはいいな <laughs> 呼んでよ豚しゃぶサラダあーでも豚しゃぶサラダも好きあサラダなんかなもはやもうサラダになってんのかそれは <laughs> 分かんなくなっちゃったポニーでバシバシしてほしいタイムラインにいっぱい流れてきたよ <laughs> えー、痛いですよ当たったら <laughs> 生誕 T シャツ着て参戦したいので次の握手会の申し込み早くうわ時期見て中カさんうわあ嬉しい ねまだなしだれ柳もまだやからないつかわからんですけど待ってるー嬉しいー店に来てください大丈夫うちも麻婆豆腐甘口しか食べれんからおおそろいおそろいってこと <laughs> 俺も辛いもの苦手だから分かりみが深いお当ほんとなんか何気に仲間がいて嬉しいです <laughs> 嬉しい アアボボカカドドサラダはアボカド大好きでもアボカドはなんか普通にそのままアボカドだけでレモンレモン汁と塩コショウつけて食べるのが好きなんか一時期ほんまそればっかり朝食べてた時期もあったぐらい好きですね 明日ナンバー行くからバターサンド買いにおっまた報告もわってるはるかつ嬉しい嬉しいねファミマのやつそうファミマねあるよな最近スタバを見るとはるちゃん思い出すえう、ー、嬉しいスタバなんていっぱいねあるからそのたびにはるかを思い出してくれるなんて <laughs> 幸せ なんかでもちなみに質問も結構なんか来ててんけどあのインスタに載せたバターサンドのお店はなんかお取り寄せも一応あるみたいだからなんかいけないって方もお取り寄せできるかも <laughs> みんな全部好きとか書いてくる 嬉しいロングヘア最高やったーでももうねロングすぎてちょっとやばいよ <laughs> ちょっと切らなあかんかなとか思ったり思わなかったり <laughs> どっちって感じやけど<う>こんばんはサイクロンさんこんばんはありがとうございます もう3,000人超えたよやんさんねえめっちゃ嬉しいですそんないっぱい見に来てくれてはるちゃんポムポムプリンとのコラボグッズ買ったんそれがまだ買えてないんですよなんかあんまり出かけてないわけじゃないのか <laughs> いけてないのまだまだいけてないんです あ待っはるかさブログ送ってない危ない危ないまた忘れるとこやったちょっと待ってなブログ送るな <laughs> 突然のブログタイム始まった書いたんですよさっき書き終わったんよそう書き終わったのに送信するのを忘れてた OK できた送りました 10時半より前やから、まあんま大丈夫か。危なかった、危なかった、ほんまに。今、時間確認してよかった。<laughs> ねえ。よかった。はるちゃんはずっとロングでいってほしい。安心してください、もうずっとロング。みんなから切ってって言われてもロングかもしれない。<laughs> それぐらいずっとロングかも。 ポニーテールしててもかなりの長さだよねそうやねんなメイクさんにもいつも長って言われながら髪の毛くくってもらうんですよねそう <laughs> みんなみんなブログのこと書いてくれてる優しい優しいよ明日何ンバ行くから NMB ショップも行くけど生誕ティーを売り切れてるのよねえみたいなんですけど セータンティーってさ再販っていうのはないんですか去年もなかった気がするんやけどどうなんやろないんかなやっぱ再販っていうのはオンラインだけあとは <laughs> 絶対切ってって言わんてほんまホンロング好きって書いてあ なんかショートのはるちゃんも見てみたいええー、まあ、時々何か言ってもらうねでもないかな <laughs> もし着るとしたらもうその時は多分 NMB を卒業してる時かもしれないアイドルの間はやっぱロングがいいかなとか言って多分一生はるかロングやと思う分 <laughs> からんけど ロングがやっぱしっぱりしくまああんまりさショートにしたことがないっていうのもあるけどロングがやっぱしっくりくるのよねあとはネットショップだけかもってやっぱそうやんなオンラインかなって書いてるねそうよなそう なんんかすすごいいありがたいんですよめっちゃ嬉しいほんまに嬉しかったけどなんか「買えへんかった」って言ってくださる方の気持ちになるとすごいなんか「ごめんね」って <laughs>「ごめんね」ってなっちゃうしででもそれがね嬉しいですまさかそんなんなるとは思わなくてすごい嬉しい皆さんのおかげ。 <laughs> こんばんは。アマリアさん、こんばんは、初見さん、ありがとうございます。なんで来てくれたんですか。嬉しい。ロングヘアの人類の中では、はるちゃん。が一番好きです。ほんま。 どの髪型の中でもはるちゃんが一番にしてほしい <laughs> わがままロングハッスって書いてくれてうしい、うん、憧れの女優は誰かな岩ってさんえー、やっぱ今田美桜さんかな可愛いいし演技もすごい上手やし でも昨日あの渚さんも出てらっしゃった番組を見てて「佐々木希さんめっちゃ可愛いな」って <laughs> なんかあんな顔なりたいと思ったマジでなんか綺麗さと可愛さ兼ね備えてるくない佐々木希さんってマジですごい。国宝級な気が ロロンンググ似似合合ううのが羨ましいうちはロング似合わんからえー、でも逆にさはるかさなんか最近でこそそのなんか自分のトレードマークをロングヘアーにしたいって思ったからあれやけどなんか一時期ほんまに髪切ってみたいなってバッサリ切ってみたいなって研究生ぐらいの時思ったことあってさでもなんか昔切った時に「わーやっぱロングの方が良かった」って。 思ったから逆に羨ましいよ。ショートめっちゃ似合ってるの。<laughs> 初見です。あら青井さん嬉しい。わざわざ書いてくださってってありがとう。なんで来てくれたんですか。嬉しい。 鈴鹿さんもありがとうええー、嬉しいみんななんで来てくれるの <laughs> どんどんわがまま言うてもろってって嘘ソ受け止めてくれますか <laughs> 俺が女の子だったらはるちゃんに泣いて「えー、はるかでいいの <laughs> はるちゃんこそ国宝だよ」ってシさん書いてくれてるけどそんなそんな。 もう全然はるかはもうその辺にいますよ <laughs> その辺にいますよねもしかしたらみんなとすれ違ってるかもしれないどこかでそういえばはるちゃんのショールーム配信高画質になってたああそうやねんそう最近ね MacBook で 配信できるようになったの。はるちゃん、こんばんはです。おお、修行ドライバーさん。今日もありがとうございます。嬉しい。ありがとう。パ <coughs> フォーマンスのたびに髪型が楽しみになってる。ほんま。 でも遥か多分他の子より全然冒険しないから <laughs> ねなんかまたこれかって感じかもしれへん。指長いの夢のさんえなんかさそうなんか前ささささ最高の煽りであの親指出してくださいって言ってこうやってした手が指親指が長いってなんかツイッターかなんかに書かれてた <laughs>。 気がする。ね、ええー、長いんと思って。なんか言われてた。<laughs> さささ,さ最高の。長 <laughs> って書かれてる、ええー、そんなに？嘘。<laughs> ええー、お指長い。<laughs> ええー、マジで？確かにって書かれてる。ええー、全然さ自分ではさ気にしたことなかったんよ。そう そ,その辺にいるそんなことはない大来店さんいやいやいや意外といますよ <laughs> 意外とっておかしいえー、長いんかペペさんアイコンかわいいうさぎちゃんえお、ー、親指わら長いし細いあーなんか指細いって言われるけどそうでもないんですよ関節が いいか,ななんか分からんけど長いなって思ってた嘘みんなそんなとこまで見てくれてんねやな嬉しいねそんな隅々までち,ちゃんと見てくれてはるちゃん遅くなっちゃったあ萌もえのちゃんありがとうこんばんは の指長くて綺麗風船うさ,ぎさん嬉しい1.5倍くらいいやいやいやそんなそこまで長くないよ <laughs> そこまで長くないよ握手したら気付くのかなえー、どうなるでもなんか握手した時になんか手の厚みは何かないって言われる言われたことはある分かるんかな でもすごいそれよりもあったかいねっていう <laughs> 手がもうねメンバーとかとね手つないだりした時もね暑って言われるぐらいなんか暑いあったかいみたいでか冬はもうカイロ代わりになるんですよそう, <laughs> そうでもなんかママと手似てるかも 顔は全然似てないけど <laughs>。手がなんか似てた。こないだママの手ちゃんと見たら。握手したい。したいな。体温高い。そうやねん。体温がね。高いんですよ。そう。平熱が高くて。だから、回路代わりに。 冬はいいですよはるちゃんのお手で <laughs> 冬の握手会ね。まね、あ、いつになるかわからんけど待ってますね <laughs> 温めますよしっかり手もそして心もね <laughs> まあ握手したいねほんまに。 なんか握手できることが当たり前やったのに当たり前じゃなかったんやなって思わせられたよねほんまに春回路 G ボーイさんうまいな <laughs> うまいですね春いろ確かに <laughs> うまいこと言うてって春子も言ってもらって 心もねそう心もちゃんとポカポカにしますよ。はるちゃんの手は温かいよりすごくいい香りがした。ほんま匂いもちゃんとはるかの香りしましたはるかの香りとはって感じやけど。こんばんは。おズーミンさん。ありがとう。こんばんは。はるちゃんの優しい話し方が好き。えー、う嬉しい。もういつでも。 待ってます話に来て <laughs> こんなんでよければお話し相手してください観覧4000人すごいえー、ほんまやすごいなんでなんでみんな今日こんなん見に来てくれるんやろ <laughs> 嬉しいですありがとう忙しいのにだ金曜日やもんな今日みんなお仕事やったんじゃない お仕事とか学校とかバイトとかやったんじゃないんですかねそんな中で笑顔が一番ニコニコー <laughs> すごいねね嬉しいありがとう 9周年ライブでしか生でやったことない富士山ええー、それはもうぜひまた <laughs> いつか分からんけどお話し会で次の <laughs> まだしだれ柳始まってないけど <laughs> はるかに会いたいからみんな来てくれるんやで嬉しいその気持ちが嬉しいですありがとう お仕事中なのにちゃんと合間かちゃんとコメントもしてくれて明日はローテーションで仕事だけど見に来てるえー、ありがとう嬉しいほんまにみんなありがとうお三35分かじゃあそろそろあのお時間に参りたいと思うんですけどみんな いいですか教えてはるちゃんしていいですかこんばんは。チビタンクさん、こんばんは。ありがとう。セーラーフカるルちゃん、かわいすぎました。おななかさん、嬉しいお年寄りかなありがとう。お、待ってました。みんないつもこのね、ちゃんとお返事くれるからもう,う、嬉しいです。待ってたって。<laughs> ありがとうそうまあ初見さんも今日多いので一応説明すると「教えてはるちゃん」っていうのははるかのブログのコメントに「ハッシュタグ教えてはるちゃん」って書いて、えっと、はるかのはるかに聞きたいこととか質問を書いていただいたらはるかがショールームで答えるっていうコーナーになってます。そう結構毎回ほとんどやってます。 <laughs> へーって知ってるやん <laughs> いつも来てくれてるやんフォローしましたあマーニャンさん嬉しいありがとうこれからも見に来てくれますか嬉しいこんばんはキャットさんこんばんはありがとう名物コーナーねなんか名物コーナーかなって嬉しいですみんなさんのおかげありがとう お疲れ様です。ハーフくんさん。初見さんとか言って書いてる。ありがとう。お疲れ様。今頃来ましたこんばんは。お、ナグノンさん。ありがとう。今から教えてはるちゃんするよ。<laughs> 2、3ヶ月待ちやけどね、やっちゃん、それな。そうちょっと遅いんですけど。許して。<laughs> 許して。 それでは早速やりたいと思いますこれここかこれかこっちだカサカサなったかもしれないごめんねそれでは早速教えてはるちゃんいきますはいそれでは一つ目 えー、パパナキさんから頂きましたありがとうございます、えー、自分の性格は血液型占いに合ってると思いますかこれは分からへんところどころかななんか合ってるなってなんか結構その何て言うんやろはっきりしてるっていうかな,なんて言ったらいいんやろどう言ったらどうやったらいいんかな <laughs> なんか几帳面なとこは几帳面 やからまあ合ってなくはないけどでもなんか全然気にしないとこは気にしないからすべて合ってるとまではいかないかなと思うなんかいつも言われるのは家族になんか「大寄りの A」やなって言われる「<laughs> 大型寄りの A 型」そうかなってもう自分でも確かになんか たまに、えー、A ほんまにはかって A 型なんかなって思う部分もあればあめっちゃこれ A 型やなって思う部分もあって「あ分かる?」って書いてくれてるそうそうなんですよねだからめちゃめちゃなんかポーチとかメイクポーチとかの中身めっちゃ綺麗やけどなんか他の部分そうでもないとか <laughs> あうちもそうって大雑把な大雑把な部分もある。 ほんまにだからそうそうやねんなかママがママ A 型やねんけどめちゃめちゃ A 型やねんもうめっちゃ A 型やなってはるかから見て思うぐらいほんまに A 型やねんけどなんかそのママに比べると自分はなんかあんま A っぽくないなと思ったりそうはるか型ってことであっはるか型っていうの新しく作ります <laughs> そうまあ一応 A 型ですねところどころって感じはいじゃあ続いて、えー、風船うさぎさんからいただきましたありがとうございますはるちゃんは好きな数字ラッキーナンバーみたいなものはありますかちなみに僕は1年の中の記念日のようなのが22日に多いので 22がラッキーーナンバーですすごいはるかは一応あるんですけど3番です3番です33 <laughs> かなーって思ってるそう <laughs> 630が好きうわもうそれははるかじゃん3じゃなかったっけそうはるかは3が好きなんでかっていうとなんかバレエ ククラシックバレエを11年間習ってたんですけどその時にコンクールとかなんかフェスティバルとかいうのがあるんですけど1曲1人で自分で踊ったりするのがあるんやけどそれの時の出演番号出場番号みたいなのがに絶対に3が入っててんしかもそういう時に結構なんかいい結果が出てコンクールで。 入賞とかししたたりり順位が上の方やったりしてそうだからなんかそれ以来あ3ってなんか自分の数字かもしれないと思うようになって勝手に3が自分の好きな数字ラッキーナンバーかなって思い始めたそ,うそしたらなんかねショールームのラッキーさんも3とか13とか引く率高くて。 なんか <laughs> ほんまにはるかの数字みたいになってて自分でもびっくりしてる3が好きですかなじゃあ今日から私も好きな番号は3番にすると「おおそい理由は何はるちゃんが好きやから <laughs> って言ってくれるそう3なんですよ 3多いな多いよね若ボンさんそうなのではるかの好きな数字は3ですじゃあ続いて、えー、パパナキさんから頂きましたありがとうございますはるちゃんの好きなマックのメニューベスト3は何ですかマクドねマクドのベスト3うーんまあ今回バーガーだけに するともうはるか結構ねチキンナゲットとか好きやねポテトとかもサイドメニューも好きやから今回ちょっと絞って勝手に <laughs> バーガーだけに絞っていいですかマクドのバーガーベスト3にしますねは3位がテリヤキ3位がテリヤキマックバーガー 3位がテリヤキマックバーガーですね。で2位がチキンフィレオ。チキンフィレオも好きなんですよ。で1位はフィレオフィッシュ。<laughs> もうなはるかはマジでフィレオフィッシュしか頼まんレベルでフィレオフィッシュ率が高い。でも時々 チキンフィレオが食べたいとか照り焼きが食べたいってなるからその時はめっちゃびっくりされます周りにはるかがフィレオフィッシュじゃないってそうそれぐらい大好きフィレオフィッシュしか勝たんねあフィレオフィッシュ多いフィレオわかるマジ最高加藤さんねめっちゃ美味しいよなあ,あテり焼き1位やな照り焼きもいいよね なあそ,うそこを3つかな朝マックもフィデオ朝マックはるか食べたことないんですよ朝マックはね食べたことない何から何があるんか分かるハッシュドポテトがあることしかしない <laughs> そこって感じやけどかなはいじゃあ続いて 坂の渋谷おなぎさままんからいただきましたありがとうございますはるちゃんはファンの方々のお誕生日を記録して覚えてて配信の中でお祝いの歌を送る優しさとみんなが驚くほどの記憶力で有名ですがそうなんですか <laughs> サプライズ演出などはるちゃんが今までで特に印象に残っているお誕生日エピソードはありますか これはなんか前に一回答えた気もするんですけど印象に残ってるエピソードはなんか何年か前に NMB も入ってたかなちょっとそれもちょっとあんま覚えてないんですけど <laughs> 何年か前に学校行こうと思って朝起きたら部屋に装飾飾り付けがされてあって「ハッピーバースデー」みたいな。 すごい可愛いお部屋にしてくれてましたママがそれが一番印象に残ってるかななんかね誕生日の日ね結構バレエのレッスンとかでなかなかねお家で過ごすことなくてあんまりそういう何て言うの誕生日エピソードっていうのがねないんですよねそうなんかちっちゃい時にチョコレートケーキ食べたとか <laughs> それぐらいしかなくてだから一番はそれかな あとはなんかお姉ちゃんが手紙書いてくれてたりとか <laughs> ママさんすごいさすがママさんねママはそういうの大好きなんでそうやってくれてました昔からそんな感じですかねはいじゃあ続いてなんか画面止まってるけどみんな画面止まってないはるかだけ大丈夫かな 大丈夫かなはいではでは続いてこれラストにしますねちょっとお時間もあれなのであ今大丈夫よかったよかったはいじゃあマークさんから頂きましたありがとうございますはるちゃんはもうマリトッツォ食べましたか食べたら感想をお願いしますこれはこの間この間って言っても若干前かな前たまに止まるよなごめん なんか今日回線がおかしいかもそうなんかあそうそうそう,そうえっとインスタに載せたんですけどマリトッツォこれはもうクリームって感じ <laughs> なんか甘党のはるかでも結構クリームすごいなって思ったかなまあでも美味しかったですねはいということで教えたはるちゃんありがとうございました 今で今で5月27日分終わった <laughs> やだ1か月ぐらい遅れてますね待っててください首を長くして <laughs> 待っててください結構進んだほんま進んだ方かな進んだ方かな わ5,000人ええー、そんなありがとうございます嬉しいみんないっぱいコメントもありがとうもう全部読みたい <laughs> 本当は全部みんなの全部読みたいんですけどありがとう嬉しいあっという間に1時間経ったのねえそれなびっくりしたもう1時間経っちゃったのね あっという間だなということでそろそろ終わりの時間がやってまいったということでやってまいったやっ,て <laughs> やってきたということでじゃんはるかルーム恒例1位の方とラッキーさんにはるかから感謝の気持ちをプレゼントということで言葉のプレゼントを今日もさせていただきますイエーイ <laughs> ちょっとランキングねこれのためにラン,ランキング読むんですけどちょっとあの Mac で読み方わからないのでちょっと今から iPhone ではるかの <laughs> はるかのあの配信見てそっちで読みますねちょっと待っててな。 待ってねーこれだ出てきましたほいじゃあ読みます春 <laughs> ちゃんを見られちゃう。それな自分でみんなおもろいよな行 <laughs> きます、えー、13位大ちゃんありがとうございます12位ベリりまゆさんありがとうございます、えー 11位、藤枝さんありがとうございます。10位、モンブランありがとうございます。9位、徳ちゃんありがとうございます。8位、ひでさんありがとうございます。7位、なーちゃさんありがとうございます。6位、広蔵さんありがとうございます。5位、末広さんありがとうございます。4位、杉蔵さんありがとうございます。3位、レッドマンさんありがとうございます。2位、ひさとさんありがとうございます。 そして1位がこぐまさんですありがとうございまーすはいではでは今日のラッキーさんいきまーす初ラッキーさん狙いたいって書いてくれてる今日のラッキーさんはこの方でーんおっ9位トくちゃんいますかこの間もじゃなかった <laughs> もうラッキーさんじゃなかった？とくちゃんいますか？ね、すごい本当にくじ運がすごいいるかな。おー、いたまさかって書いてまさかのまさかの <laughs> ではではちょっとカキカキしますお名前少々お待ちを <laughs>、はい、ちょっと待ってね よしオッケーかけましたなんか変なとこ押してたまた止まってるねんけど画面がではでは今日のラッキーさんはとくちゃんでーすありがとうそしておめでとうございますはい <laughs> 2回連続かなではでは 何番にしましょう。三かける三だから <laughs>。マジそんなに三？そこまで？そこまで三 <laughs>？お任せでお願いします。お、オッケーいつものやつね。ええー、何がいいかな。 これにしましょう。行きます。とくちゃん。なんかつまんない。だってとくちゃん。はるかのこと全然見てくれへんねんもん。はい、ありがとう。三番にしましたー。三 <laughs> 番。<laughs> また三選んじゃった <laughs>。 これは無意識 <laughs> ほんまに無意識無意意識識に3選んじゃった <laughs> こういうシステムなのでたかたかたっかちゃんさんそう毎回これやってるんでまた見に来てねさ3やって, <laughs> ってへマジで無意識やったけどはいということで 1>, 1位のこぐまさんいますか小熊ーこぐさんいますかいるかないる あいたありがとうおでは同じくはるちゃん好きな3番でお願いしますおっ3でいいの了解ですじゃあ3番しますね初めてじゃないさんじゃあ行きますこぐまさんなんかつまんないだってこぐまさんはるかのこと全然見てくれへんねんもん はいありがとうありがとうございます今日はオール三、<laughs> どっちも3番でしたありがとうてれますね <laughs> ありがとう <laughs> みんなパチパチしてくれて自分じゃないのに恥ずかしいあリックくん嬉しい <laughs> ツンツン接種しすぎた嘘じゃあ今度はあまあまはるちゃんを接種しに来て <laughs> ねはるちゃんかわいすぎあ井口さんありがとう今日はいつもより女優感強めのようでひろぞうさんほんまちゃんと世界に入れてました世界2 <laughs> 人きりの世界に慣れてましたか <laughs> はい、ということで待ってな今日スペシャルギフトをくださったトラッキーさんパパナキさん三方町ナグノンさんつよぽんさんまるちゃんナーチャさん大ちゃんすえひろさんこうじさんひでさんやぶちゃんムラっチ 大丸さん、バタヤンさん、レッドマンさん、トクちゃん、プタケ、タケポンさん、アッチさん、んそして、ナルさん、んんでベリーマユさん、カモネギさん、藤枝さん、ディスカーレッ ドさんすごいいっぱい。チュンゾウさん。ナミちゃん。ゴッチンさん。スパークショウイチ。カニゾウスイさん。ツギゾウさん。ヤマーチさん。<laughs> いっぱい嬉しい。クマさん。 レモルキーさんチカラさんマーシーさんモンブラン <laughs> なんか「2回呼んでる」とかあったらごめんな許して <laughs> ヨウさんワカボンさんかなホリーさんかなありがとうございますすごいたくさんの方が。 ねえ見に来てくださってる方ももう5,500超えてありがとうございますめっちゃいっぱいすごいねえもう嬉しい幸せです本当にありがとう今日は皆さんはるかのはるかのお話し相手今日もしてくれてありがとうございます <laughs> 楽しかった また来てなまた相手してくださいね <laughs> 最後にはるちゃんパワーくださいはるが来たはるが来たあなたの隣にやってきたアンドゥトロアではるちゃんパワー受け取ってなありがとうございます <laughs> 5,000人もの前でこれすんのちょっと <laughs> いつもやってるけど <laughs> 配信でやるとなるとちょっと恥ずかしいなあやってきたわおおもありがとう受け取ったで、ね、ありがとう嬉しいおーありがとうみんな優しいちゃんとかけ声してくれてありがとうそれではそろそろみんながねはるちゃんパワー受け取ってくれたってことなので。 終わりたいいと思いますみんな本当に今日ね金曜日でお忙しい中ありがとうございましためちゃめちゃコメントもねいっぱいみんな送ってくださっててめっちゃ嬉しかったありがとうそれじゃあまた待ってますねサイン会も楽しみにしてますまた配信したら来てね